製造当時の FE4-418,561 号機で4-4型の原型、1930年で4-4682号機で4-4型の原型、1983年、スイス国鉄で4-4型電車は、スイスのスイス連邦鉄道の本線系統で使用されていた荷物電車である。なお、本機は FE4 4型の18,501から18,524、18,561号機として製造されたものであるが、その後の称号改正により、FE4-480 から824、831号機、FE4-4661 から1,685号機となったものが、最終的に、で 4? 4型の1661から1685号機となったものである。また、本校では、D4、4型を改造した、可変電圧可変周波数制御による誘導電動機駆動の試作機である BE4、4型電気機関車についても記述する。スイスの国鉄では、1905年に、交流 15KV50Hz で、1906年、 および1907年に交流 15KV15Hz での電化の試験が行われたが、その後本格的な電化は、ベルン・デッチュベルク・シンプロン鉄道や、レーティッシュ鉄道からは、若干遅れて1919 19年のベルン・トゥーン間から本格的に始まり、1920年代には、主要幹線について、急速に電化が進んでいった。これらの路線のうち、長距離列車については、 電気機関車が客車及び貨車を牽引しており、平坦線では A3、6I 型などが、勾配線ではチェ6 82型などが順次製造されて、運用に入っていた。これに対して、近郊区間の短編成の列車については、当時私鉄で多く採用されていた電車が客車及び貨車を牽引する方式を採用することとなり、BE4、6系電車とともに、荷物、 郵便電車として、本形式が FE4-4 型として、計25機導入されて、主に、チューリッヒなどの大都市近郊路線で、客車、制御客車と編成を組んで、シャトルトレインとして運行された。本形式は、タップ切り替え制御により、1時間定格検引力86から113、KN を発揮し、10連総括制御装置を搭載して、 制御客車からの遠隔制御を可能とした中型機であり、車体、台車、機械部分の製造をしぐもしくは、SWS が、主変圧機、主電動機、電気機器の製造は、SAS が18,501から18,524号機まで、魔法が18,561号機が担当して製造され、1960年代には一部機体が、 車体更新工事を受けるなどして1980年代までローカル列車券引用として運行されている。なお、18,561号機は魔法製の電気品を搭載して1928年6月に製造した機体を1929年にスイス国鉄が借用し、1930年に購入したものである。各機体の基板と機械品、電気品製造所。 サス基板、製造年月日、1948年、昇号改正後の基板、1959から60年、昇号改正後の基板は、以下の通りである。車体更新後ので4、4670号機、1967年、車体更新後ので4、4663号機、贅タル線で使用されていた、正面形改色の機体、 1985年、通称アルバイトープルマンとして運行される、特別塗装の FE4、4型で4、4型が牽引する、シャトルトレイン、制御車は、ブチキ1985号車、1960年代、各機体の廃車年は、以下の通り、ありがとうございます。